生まれはロシア、育ちは関西、世界は東京、うふん、ピロシキーズです。2019年の赤ちゃんの名前ランキングが発表されました。出た、なんか急にまたなんかまたなんかランキングが出てきたんだけど一応念のため発表しておきます。はい、女の子ぽい、第5位、いえ、つむぎ。つむぎ、え、マジでつむぎとか聞いたことないんだけど、小原つむぎみたいな。え、小原つむぎ。第4位アン、でもう一つ第3位アン、ユア。え、2位アンとか聞いたことある、ユア、ひまわり。え、何その、なんかクリアンしんちゃんの違う。で、1位リン、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 リン。で、男の子第4位リツ、リツ、葵。え、リツ、港。え、葵とかロシアでは葵って、そのローボーイって言うじゃん。そうだね、ゲイってみんなね、うん。で、第2位アラタ、アラタ、ハルト、ハルト。第1位、ほう、女の子の第1位がリン、リン、男の子の第1位はレン、レン。犬みたいやな、レン。うち前飼ってた犬ロンって名前やったわ、リン、レン。まあなんでな、名前の話をしたかというと、なんでや、アレちゃん実は改名したよね。あー、結婚したんです。違うよね、結婚したん違うよね。違います。インスタを見たらなんかね、名前がね、アレクサンドラじゃなくなってたのよ。いや、アレクサンドラなってるんだけど、まだアレクサンドラの前に、はい、中庭、てへ、中庭アレクサンドラになったの。お、あんただって小腹やん。まあ、私は小腹ブラスだから負けてられないと思ってえ、パパの名前単純に。あ、じゃあもともとほんまに中庭さんなん。中庭さん、中庭なの、その顔で。そういう小腹が言ってんじゃねえよ。中庭、小腹、小腹って発音おかしい。小腹やからな。小腹、中庭、小腹、中庭、ということで、アレちゃんはこの度中庭さんになりましたので、はい、中庭さんというか、もともと中庭さんなんですけど、というか何の告知もなくね、勝手に中庭アレクサンドラってしてるもんだから、俺のところにまでアレちゃんって結婚したんですかみたいな、めっちゃ来てるからな。あ、マジで。そう、ちゃんと説明をしたいっていうので、ただそれだけの動画。あ、そういうことね。なんかパパが使っていいよって言ってくれたから、やった、これでじゃあ中庭アレクサンドラとやらせていただきますアレクサンドラじゃダメやったの、うん。いや、アレクサンドラってさ、検索すると出てこくんのがアレクサンドラ3世、アレクサンドル何世とか出てくるし、もう王族やん、だってロシア王族出てくんのちなみに中庭という字は本当に普通の中庭です。そう、中って書いて。俺初めて見た、珍しいよ、そういうその名字自体。あ、本当に、うん、先祖がさ、どういう、俺やったら小さい原っぱに住んでたんかなとかって思うやん。で、田中とかやったら田んぼやってる人、中庭、多分人の家の中庭に住み着いてたのかなとか。なんでやねん。まあ、よってこれから中庭アレクサンドラやから、なんて呼んでほしい、ニワちゃんとかがいいの？なんでニワちゃんなん？アレちゃんやで。アレちゃんでいいのやね。そこは変わりなくでいいんやね。うん、アレちゃんでいい。じゃあアレちゃんで。まあ、要は何でもいいんですけど、結婚してないので、ご安心ください、本当に。アレちゃん、これから中庭として、どんな人生歩んでいくの？今後のプラン。名前を刻んでいこうと思う。どこに？歴史に。歴史に？歴史上の人物になるの？イッテ Q の一員としてやっていこうかなと。イッテ Q？ うん。どういうこと？イッテ Q？ イッテ Q やりたいね。狙ってね。イッテ Q のさ。イッテ Q に妹さんとこの。妹さんと一緒にやることを夢見て。珍獣ハンター？珍獣ハンター。珍獣ハンター。私が言うとちょっと違う風に聞こえるか。珍獣ハンター。あの、真面目な珍獣ハンターですから。珍獣ハンター。珍獣ハンターになりたいです。なんか色噛みつきそうやな、珍に。お前が一番の珍獣やもん。え、これは遺跡の番組の人にスタッフに止まるのかな。絶対止まらないよね。止まらない、嘘。止まるわけなくない。でもさ、あのね、テレビ局とか行くやんか、そしたら、あ、美容式済みましたよって言われてくるな。恥ずかしいよな。それ超恥ずかしいだから NHK からオファーがないんやろな。あ